ホテルの人に教えられてやってきました。まあ SL が止まってるって言われてましたけど、見たいのは、まあ SL は D51 で、どこにでもって言ったら悪いんですけど、まあどこにでもある蒸気機関車なんですが、見たいのはというか本当はこっちですね。これが旧室蘭駅舎だそうです。で、これが移転して今新しい駅舎になっていると。で、その新しい駅舎を利用したんですけれども、まあ新しいのは新しいので機能的でいいんですけども、なんかそっけないですよね。ちゃんと書いてあります。これ地元の人は間違えないんでいいでしょうけど、ちゃんと駅名表ではないですね、何ですかね、駅名ですね。しかも右から読む字ですね。室蘭駅と書いてあります。当然今ちょっと朝早いんで中には入れないと思うんですけど、なんかこれ明治の建物だそうです。その手は加えられている屋根とかもそうかもしれませんけども、もちろん壁は新しくされてるし、いろんなところが手は加えられてるんでしょうけど、もともとそういうものだそうです。旧室蘭駅舎の裏側に回ってきました。多分こっち側が横向きに列車が通って、多分列車がついてるのこういう向きだと思うんですけども、なかなか、なんていうんだ、趣があるというか、やっぱいいもんですね。なんか煙突も見えてます。駅舎の中は暖かかったのかもしれませんね。これは現在の室蘭駅です。室蘭駅に札幌行きの列車が入ってきます。東室蘭駅です。乗務を交代されたのでしょう。ホームに残る運転士さんが出発する列車の運転士さんに手を振ります。なんということはないただの日常の光景ですが、 JR 北海道の職員によって鉄人島は安全に運行されていることを実感してしまいます。東室蘭を出た特急北斗からの車窓です。床下からはディーゼルエンジンがうなりを上げています。この後の車窓からの景色との比較になるので覚えておいてほしいのですが、雪はほとんど見えないのです。英語の自動放送のアナウンスも日本語と比較すると、ああこういう表現になるんだと思ってしまいます。ドア付近でお立ちのお客様は開くドアにお気をつけください。また、お降りの際は足元にご注意ください。伊達門別の次は、おしゃまんべに止まります。当屋には止まりませんので、お気をつけください。まもなく、伊達門別です。出口は左側で、2番線に止まります。普通列車おしゃまんべ行き、列車から降りたホーム2番線、7時57分です。伊達門別の次はおしゃまんべに止まります。当屋には止まりませんのでご注意ください。まもなく伊達門別に止まります。 Ladies and gentlemen, we will soon make a brief stop at 伊達門別. Stops at stations are brief. If you are getting off, please make preparations in good time, check to make sure that you have not left anything behind, and wait at the doors. The stop after 伊達門別伊達門別を出発した後の特急北斗からの景色です。先ほどまでとは打って変わって、車窓の景色には雪が積もっています。雪の積もり方なんてちょっとしたことで変わるのは当たり前ですが、
景色は一変したような感覚にとらわれます。雪に覆われていると、その場所を知らない自分には雪の下は正直わかりません。でもこの車窓からはわかります。これ湖が凍ってるんですね。朝早くに溜まった水の上に薄い氷が張ることは知っていますが、列車の車窓に見える湖がこのように凍るのですね。見たことのない景色でした。自分が今北海道の列車に乗っていることを改めて認識しました。五稜郭駅で道南いさりび鉄道の鉄印をいただくのですが、出発する道南いさりび鉄道の横では JR 貨物の電気機関車が貨物列車を再編成していました。この機関車のプレートを見ると EH800 の1となっています。これは EH800 の1号機、量産初号機です。なかなかかっこいいです。編成を終えた EH800 初号機に牽引されて、長い貨物列車が出発します。コンテナは寸法が規格化されていると思っていましたが、高さは微妙に異なるんですね。知らなかった。何両の貨物車が全部で何個のコンテナを積んでいるのでしょう。これだけ長い編成を引っ張るのですから、 EH800 の電気機関車をもってしても出だしがゆっくりなのもうなずけます。新たに貨物の再編成のために列車が出発します。ちなみにこの EH800 は10号機でした。自分の中では貨物列車の編成なんて貨物駅でのことだろうと思い込んでいましたので、ホームで列車を待ちながらこのような光景が見られることは大変嬉しいことでした。やってきたのは DF200 の1、なんとこれも初号機、非電化区間用のディーゼル機関車です。 JR 九州の観光列車七つ星の機関車のベースとなったものです。初号機っていうだけでかっこいいと思う自分はミーハーなのかもしれません。全部で何両の貨物を引いてきたか数えてもいませんが、長い貨物列車でした。やっぱり貨物列車って長いんでしょうね。Thank you.
が牽引してきた長い貨物列車の後ろに、先ほど出て行った EH800 が引く1両のコンテナを連結します。まさに貨物列車の運用がすぐ目の前で展開されます。なかなかもうワクワクが止まりません。後ろでも貨物列車の再編成が行われています。コンテナの鍵になって見えませんが、エンジン音からすると先ほどの DF200 が押してきたものだろうと思います。機関車は DF200 の位置でした。あれだけ長い編成を引くのですから、レッドベアの愛称もうなずきます。それにしてもちょうどいいところでコンテナが鳴って、その向こう側の作業が見られました。なかなかラッキーです。コンテナの鍵になって見えませんが、明らかにディーゼル音が近づいてきます。先ほどの DF200 が現れました。今度は EH800 が先ほどの長い貨物列車を引いて出発します。本当に長い編成ですね。そして目的の道南イサルビ鉄道の列車が入ってきました。1両だけのディーゼルカーですが、きれいにリニューアルされています。そして列車は五稜郭駅を木古内へ向けて出発します。今日も道南イサルビ鉄道をご利用くださいましてありがとうございます。この列車は道南イサルビ鉄道線上磯回り木古内行きです。運賃は無理線のいらないようご用意ください。両替機は運賃箱にございます。また走行中やむを得ず急ブレーキを使用することがありますのでご注意ください。 The next stop is Nanaehama. Thank you for traveling on the South Hokkaido Railway Line.道南イサルビ鉄道の列車は手が加えられていて、独特の外観を持つ列車が多いのでしょうか。その辺は気になります。車内のシートはそのままかもしれませんが、
内装もきれいにリニューアルされています。まあ古いディーゼルカーなんでしょうけれど、手を加えて大事に使う、好感度がアップしないわけはありません。車歴できるだけではないんですよね。メンテナンスされたきれいな車両ってお客さんに満足度を与えてくれます。から見えるのは函館湾でしょうか。海沿いに列車は進んでいきます。席の上には扇風機が見えます。その扇風機には JNR と書かれています。この列車は国鉄時代から活躍していることがこんなところでもわかります。道南イサリビ鉄道線にも架線は張られています。これは肥薩オレンジ鉄道でも同じです。これら第三セクターの会社は電車や電気機関車は運用していないのに、これは貨物を通すためだろうと思います。新幹線ができた、並行在来線は JR から切り離された、でも架線は残っている。仕方ないといえばそれまでですが、矛盾を感じずにはいられません。木古内駅ですけども、ここも新しい駅なんですが、やっぱりこの北海道産の木材をふんだんに使った駅舎で、まあ上だって大したことないといえば大したことないんでしょうけど、やっぱりこれだけ木を使ってるとぬくもりっていうのが全然違うと思いますね。まあ駅を新たに、駅舎を新しく作るときはやっぱみんな参考にしてほしいところですね。たったこれだけですから。木古内駅に停車するキハ40-1810、道南イサリビ鉄道の車両ですね。でこちらが多分 JR 北海道の新幹線の駅舎なんですけども、まあこれ中身は違うんでしょうけど、ちゃんと木だし、天井といってもこんだけといえばこんだけなんですよね、木使ってるのは。それ以外は全然普通の新しい新建材なんですけど、たったこんだけ木があるだけで、たったこんだけこの柱、これ逆で見えないかもしれないけど、木があるだけでやっぱり与える印象っていうのはものすごく温かいものになると思います。木は何年生で、何年生があるんでちょっと問題なんですけども、やっぱ使うようにした方がいいような気がしますね。微妙に木を使ってるだけというとそれだけなんですけども、やっぱ与える印象が全然違うと思いますね。木を使ってるというだけで、やっぱこう見る人間の勝手な印象なんでしょうけど、温かいですよね。タイルとか冷たいものじゃなくて温かい木を使ってるっていうのは大切のような気がしますね。これ同じく木古内駅の新幹線ホームですね。当然まあ無限に予算は使えないので、まあ当然のことながらこういう構造になってしまうのは仕方ないと思いますけど、まあこれは新幹線のホームなんでいいでしょうね。でもやっぱ在来線のホームには気を使ってほしいなと思っちゃいますね。
最後までご視聴いただきありがとうございました。